大丈夫？え？いや、泣いてんのかなって思って。なんで私が話したの、昔話に。はいはい、すいません、誤解でした。誘われてるの、あの人。ん？ノイエスタット交響楽団の常任指揮者に。え？18歳の時に初めて聞いたオケに、あの人に音楽を教えてくれたシュナイダー先生から直接。そんなのってさ、運命だと思わない？